はい、三宮オパテンデジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。ここ最近急に問い合わせが増えたのが1個ありまして、それが SL4 がカタリナで使えないっていう問題が出てますね。モハベで最後の方に対応しましたよね。なのでカタリナも使えると思ってたんですけど、よく調べてみると例のページがあって、カタリナのサポートページですね、ここのページよく見てみると SL4 が Not Currently Supported となってまして、カタリナ対応してなかったんです。これは困ったと。結構何件か問い合わせいただいてるんですけど、近場の方で明日クラブで SL4 があるところでやるんですけど相談乗ってくれということで、まあ、解決策いくつか見つかったのでそれを紹介しようと思います。でまずセラート .com のねページを見ていただいて、 DJ ハードウェアっていう項目がありまして、で見ていくと、例えば CDG2000NEXUS2 がオフィシャルアクセサリーね、とあとは CDG850 もオフィシャルアクセサリー、900でも OK、 NEXUS でも CDG2000 でも OK、 900NEXUS でも OK と、あと XDJ1000 このあたりでも OK みたいですね。例えばあとミキサーはってなると、まあクラブ仕様だと4チャンネルってことで、まあ、900NEXUS2、 あと V10 ね、と 900SRT900NEXUS、 あと DJ も850、このあたりであればセラートで使えますっていう機種なんですよ。だからクラブ側にねミキサーとプレイヤーの品番聞いて、セラートオフィシャルアクセサリーであれば使えるっていうことになってるんですけど、それのつなぎ方をちょっとご紹介しようと思います。 USB が3本必要なんです。 CDJ と DJM パソコンに3個ともつなぐやり方。 DJM900NEXUS をまず CDJ につなぎます。 AB ってポートがあるんですけど、まあどっちでもいいんですけど A の方に挿しますね。でこっからパソコンの USB 端子です。で1個ポイントがあるんですけど、これパッとつきましたけど、セラート DJ Pro アクティベートされてますってなってるんですけど、要はセラート DJ Pro のシリアルを別で買っとかないといけないです。 DJM900NEXUS2 とかでセラート DJ を使おうとしたら、セラート DJ Pro のシリアルが必要になりますが、それが入っていれば使えるという感じです。もう一個、例えばセラート DJ の DVS っていう機能がありますよね。それが入っていればもうこれだけで OK ですね。今 CDJ にセラートのコントロールディスク入れてますけれども、これを入れて、もしくは USB にセラートのコントロールトーンを入れて挿してやってもいいんですけど、 DVS は入ってないんだ。 DVS はすみません、このパソコン入れてないんでならないんですけど、これでピーッととかなるわけじゃないですかね。これがコントロールトーンなんですけど、これがこっちに行って同期して再生するという感じのつなぎ方ができます。ただ私としてのおすすめは DVS でやらない方法ですね。この CDJ2 台をさらに USB でパソコンにつなぐ。ただ基本的に最近の MacBook とかって USB ポートが2個しかないです。なんで USB のハブですね、こういうのでポートを増やす必要があります。でこれをつないで、この辺にある USB ポートからの USB と、もう片方の USB ポートの USB、 この2個をさっきのハブにつなぎます。あとは CDJ 側で操作するんですけど、リンクボタンでコントロールモードですね、これの CDJ の方だったと思います。こっちを押します。するとプッシュツーコネクトって書いてますけど、コネクトして、でこれでデッキ何番ですかっていうのを選ぶんですよ。まあ、これはセラート側のデッキですね。デッキ1番をコントロールするときはこれっていう感じで、左右両方ともこれをやります。するとこんな感じ。こんな感じで動きます。で例えばブラウズを押すと、これ同期して動くんですけど、 CDJ 側にも曲リストがね表示されるんですよ。だからものすごく便利になり使います。ってことで、まずではこのセットにセラートをつなぐというやり方ですね。これがまあ一番シンプルで便利なやり方だと思いますよ。あとはこれだけね、これと USB ケーブルだけ持っていけば、まあ、つながるはずと。セラート DJ Pro のシリアルは自分で買っておかないといけない。ただ例えば、今度のイベントだけちょっとどうしてもみたいな感じのことよくあるんですけど、その時は30日間無料で使えるっていう体験版みたいなのがあるはずなんで、それを使ってみるのも一個の手だと思いますので、急遽必要な時はそれ試してみてください。もう一個ですね、まあ、ミキサーがもっと前の DJM900 とか、まあ、800とかね、アレヒが置いてるとかいうクラブもあると思います。そういう時はもう一個やり方がありまして、これねデノンの DS1 ですね、これはカタリナ対応してました。だからこれでやるパターンがおすすめで、この時はですね、まあ、セラート DJ のシリアルはこれつなぐとロック解除されるやつなんでいりません。でこのミキサーにつながってる USB、これをね DS1 につなぐわけですよ。今消えましたね。つなぎます。
つなぐと、まあ、セラートのシリアル入ってなくてもこれがつながるはずです。あと DVS のロックも解除されるんですけど、それはまあ使わないんですけど、これで使えるようになりましたと。で音は今ここに来てるんですよ実は。だからこれをミキサーにつながないと使えないんですけど、これのアウトプットだけしか使いません。 DS1 のアウトプットだけを使って、ミキサーはね4チャンネルが多いと思うんで空いてるチャンネルあると思うんですよ。今回は23のライン入力に入れてみました。だからセレクターもラインにしますよね。この状態でやると出ます出ます、ここに来ます。こういうつなぎ方ですよね。 CDJ2 台を USB でパソコンにつないで DS1 もつないで、まあ、結局3個なんでハブがいるんですけど、ハブと DS1 を持っていくと DJ がセラートでできるというセッティング方法がこれですね。あとはさらにですけど、この CDJ 自体も CDJ800 とか CDJ1000 とかね、その辺のやつを使ってるクラブだったりすると CDJ をパソコンにつないでも使えないので、その時はね CDJ からここのインプットにつないでやるというつなぎ方、こんな感じで使えると思います、はい、まとめると、まあ、SL4 がカタリナで使えないっていうのが今現状ですよね、まあ、今後使えるようになってくれると本当にそれが一番いいんですけれども、今使えない対処法として紹介したのが CDJ、DJ ミキサー、これを USB3 本でセラート DJ のシリアルを入れているパソコンにつないで使うというやり方ですね。この場合は CDJ の機種と DJ ミキサーの機種によってで、まあ、縛りがありますので注意という感じですね。であとはセラーとオフィシャルアクセサリーじゃない CDJ ミキサーだったりする場合はこの DS1、 これを使ってセラーとを認識させますよね。で CDJ はコントロールモードになる場合はコントロールモードで使ってアウトプットだけミキサーにつなぐ、もしくは CDJ が、コントロールモードで使えない場合は DVS の信号が入った CD とかでここにつないで DVS でコントロールするやり方、はい、まあ、結構みんな困ってると思うので SL4 がカタリナに対応してくれることを祈りながら今の対処法をご紹介いたしました。